選手交代を告げてベンチに戻る阪神、岡田彰布監督、撮影、林俊幸、ジェラクライマックスシリーズセファーストステージ、阪神 1-3DeNA、1回戦、DeNA 1勝、12日、甲子園相手厳しい言葉をかける。岡田阪神の魂は抜けていた。早々に監督の退任が表沙汰になり、直訴閣の話まで持ち上がれば、選手もしらける。影響があるに決まっている。OB としての先入観かもしれないけど、先入観通りの展開になったのだから、そう言わざるを得ない。投手陣は、DeNA 打線の早打ちを100も、承知のはずなのに、7回に、牧、佐野、オースティンにファーストストライクをことごとく打たれた。注意力がなさすぎる。そもそも1回、才木がピンチを切り抜けると、ヘラヘラ笑いながら、ベンチへ帰ってきた。そんなシーンは初めてだ。スタートから緊張感が欠如していた。岡田監督自体、ベンチに腰掛ける普通のおっさんにしか見えなかった。自軍と相手、ファンやマスコミへも向けられる独特なオーラが消えた。睨みを利かせた采配など望むべくもない。逆に DeNA はオープン戦から変わらない野球を貫いた。初球からバンバン振って流れのまま勝つ。DeNA らしいゲームだった。このまま終わりでもしたら、阪神への批判はもっと渦巻くだろうよ。産経スポーツ専属評論家一級速報へ、プロ野球日程へ。